立山ケーブルカーの改札付近駅舎西側出口、富山地方鉄道のホーム立山ケーブルカーのホーム、立山駅は、富山県中新川郡立山城仙住が原にある、富山地方鉄道、立山黒部観光の駅である。立山黒部アルペンルートの富山県側の入り口となる、当駅は、富山方面の鉄道とアルペンルートの立山、ケーブルカーが接続する二層構造の駅である。 山の斜面に作られており、駅前広場に面した出入り口は2階にある。立山ケーブルカーのリバは2階、富山地鉄線のリバは半地下である1階にあり、それぞれ別改札となっている。特徴的なのは、アルペンルートの出発カウンターの配置である。観光バスや自家用車客を優先し、乗り換え道線上ではなく駅前広場側に置かれている。立山ケーブルカーは、 乗車便指定制であり、脱客機には、駅前広場まで行列ができることもある。1階にも、線路沿いに小さな出入り口があり、富山型にある踏切の横から出入りできる。トイレは1階にも2階にもある。レストランや売店、無料休憩所なども備える。出荷改札口、乗り場は、すべて1階にある。券売機、IC カード改札機を備える。 三面二線の東端式串型ホームで留置線も置かれている。トイレは改札外にある。基本的に列車別改札を実施する。通常は改札口そばの一番乗り場を使用するが二番乗り場は予備ホームとなっている。かつては大阪駅、新名古屋駅から東駅までの直通列車があった。富山県統計年間と統計立山によると2019年度の 富山地方鉄道の1日平均乗降人員は560人である。近年の1日平均乗降人員は以下の通り。立山黒部アルペンルート、富山県側の発着地であり、観光バスや自家用車からの乗り継ぎも多い。当駅前には個人経営の食堂などが存在し、環境的制約の大きいアルペンルート沿線では数少ない例となっている。ありがとうございます。